さて、詩の素晴らしさを思い出してもらったところで、そろそろ本題に入ろうか。トレビアン。心して聞けよ。ミナギ、貴様を特務課へ引き抜きたいという話が出ているのだ。様の縁は震えたか。つまり名誉なことだろうと聞いてる。元教え子が栄達するのは私にとっても名誉なことだ。まだ内定の段階だが、貴様の意思を確認しておきたい。それと、トレビアン。腕は鈍ってないようだ。テストは合格だ。人事には戦闘技能申し分なしと報告しておこう。念のため聞くが、貴様の意志は、ミナギ。指摘に述べてみろ。貴様の内面を吐露してみせろ。ほう、断るというのか。どんなインスピレーションを受けてそうなる。まあよかろう。ゆっくり考えてみることだ。いい返事を期待してるぞ、ミナギ。追いかけてて気がついたらここに。
柳くんが呼び出されたって聞いたから、だからちょっと心配して見に来ちゃった。まあそんなとこかな。うん、実は立ち聞きしちゃった。おめでとう、みなぎくん出世だね。いい話だと思うよ。お前にウェポンの長期携行許可が下りたぞ。障子のないようにな。みなぎ、おかえり。またそうやって子供扱いする。姉ちゃんと一緒にみなぎの机片付けておいたからね。また非効率的に散らかってたわ。効率が上がるように整頓しておいたから感謝してね。面倒を見てあげるよ。みなぎくん、くれぐれも人の道は外れないようにね。ああ、その方がいいかも。私の保護者はみなぎだもん。そっか、みなぎくんはラリサちゃんのパパみたいなもんか。うん、お父さんじゃないよ。みなぎはお父さんじゃない。お兄ちゃんかな。
やや、みなぎくん懐かれたね。まったく、こんないい加減な男のどこがいいのかしら。散らかってると思ってた。してたのに。出向いてきたんですもの。お邪魔します。へえ、みなぎくんの部屋にしちゃ片付いてるね。殺風景なだけだと思うわ。
ラリサちゃんのためじゃない。私の？そうだよ、ラリサちゃん慣れない環境で大変だと思うの。だからね、今日はラリサちゃんのために歓迎会開いてあげようと思うの。このくらいしないと。何？その目は。あ、当たり前でしょ。だいたいね、育ち盛りの子にコンビニ弁当を食べさせようって暴挙を見逃せるはずないでしょ。そもそもコンビニ弁当はね、商品流通の特性上、防腐剤、発色剤、着色料と添加物が多量に含まれてて、おまけに言うわけ。わかった？だから心配になって見に来たの。あ、私も手伝うわ。いいからいいから。ラリサちゃんは主賓だもん。ドーンと構えててね。それじゃあ、私が手伝いますから。え？どういう意味？それ。お部屋のデコレーションをお願いしちゃおっかな。しかし、なんで私が幼稚者のお遊戯のような。ごちそうにするからね。